北方駅は福岡県北九州市小倉南区北方3丁目にある北九州高速鉄道小倉線の駅。駅舎上には北九州高速1号線が付設されている。駅番号は07。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。当駅付近では北九州都市高速1号線と高架を 供用するため駅舎内に支柱が建てられており、他の駅とはやや景観が異なる。2019年度の1日平均乗降人員は4148人である。地元では北九州自動車運転免許試験場を北方と通称する監修があるが、実際の最寄り駅は次の競馬場前駅である。このことに関し、車内の自動放送では、 競馬場前駅が最寄りであるアナウンスが流れるほか、駅構内には注意書きが掲示されている。また、北九州市立大学の北方キャンパスの最寄り駅も同様である。西鉄高速バス西鉄バス北九州 AB 曽根、悟ル週刊歴史で巡る、鉄道全路線公営鉄道、私鉄30号モノレール、新交通システム、工作鉄道、 朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2011年10月16日、10ページ。北九州モノレール、モノ守護家のサービス開始日について九州旅客鉄道、北九州高速鉄道、オリジナルの2017年10月13日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 7 1 0 1 3 0 3 3 1 2 9 h t t p w w w j r q q c o j p s u g o c a p r e s s r e l a s e i x f i l e s f i e l d f i l e 2 0 1 7 0 4 11,15624プレス、PDF2020 年2月6日閲覧。西鉄メディア。ありがとうございます。